皆さんこんにちは、天の声の松崎さんばです。そして高坂です。シャロンです。よろしくお願いします。お願いします。今回も、Jプレー第4弾のデッキ紹介やっていきたいと思います。はい、今回は桜井さんお願いします。はい、今回紹介するのは青白ヘブンズゲート。ヘブンズゲート、はい、いやまあこのカードキーカードに設定してしまったんですが、はい、こちらシールドトリガーで光のブロッカーを持つ進化ではないクリーチャーを2体まで手札からバトルゾーンに出すと、うんうん、いうことでですね、いやすごいですね。はい、これね、はい、何出しちゃうんですかこれ一体。こちらのカードと詐欺ですか。こちら逆になんと今回の目玉バルホルス。バルホルスを出しちゃうと、はい、8マナを6マナでしかも2体16マナで16マナ分、16マナ、しかもこの大小学生時代の時ですよ、はい、僕このカードいっぱい引いたんですよ、はい、卓から出て、はい、どうやって使うのこれさ11マナ、あの大小学生時代でも思ったカード、はい、小学生からの謎がついに解けましたね、はい、ついに解けました。どうやって使うのかというのは、はい、ついにそうでね、ヘブンズゲートはなかったんで私の時代には、はい、これ6マナでシルス2体出せば22マナ踏み倒すことができると。しかもシールドトリガーでヘブンズゲートが出たら0マナ、0マナで22マナ分、はい、はい、そうなんかね、ということで手打ちで強いのにシールドトリガーがついている謎の呪文ですね。謎の呪文、はい、非常に強力なカードだと思います。はい、そしてこのヘブンズゲートですね、シールドトリガーなんですけど手札に来てほしいということで、はい、サーチカードエールフリート、エールフリート、はい、山札から呪文を探索して1枚公開して手札に加えても良いということで、今回ホーリースパークとヘブンズゲートしかスペルが入ってないので、まあ、確定で、はい、持ってこられてこいます。しかもアクアンなんかでね、ドロー、はい、ピカリエとかアクアンでドローもたくさん入ってると、はい、これね最初リーフとかも入れてたんですけど、はい、ちょっとリーフとかまで入れるとブロッカーがなくなったりとか、はい、まあ、ちょっとアクアンが何も引いてこなくなったりとかヘブンズゲートで出すのがあのフェアリーキャンドルになっちゃいますから、そうですね、はい、まあ、なんで、そう、あとこのウルテミス、こちらも、確定で持ってきます、はい、はい、ヘブンズゲートで、まあ、あとはあれですかね、いろいろ試したんですけれども、まあ、あの白青の何でしたっけ、あのタージマル、エストール、エストール、はい、タージマルとタージマルはブロッカーで、はい、エストールはシールドフェアスです、うんうんうん、のあのあたりとかも、ね、入れるとこのアクアン出しやすいのかなと、なるほど、思ったんですが、その辺はちょっと自由枠ということで、はい、あと今回2マナ切ってます、はい、はい、もうここは受けるってことですもんね、はい、もうジルワーカーで頑張る、はい、はい、攻められても、まあ、シールドからヘブンズゲート出ちゃえば勝つんで、はいはい、むしろ殴ってくると、はいはい、いう感じでございます。ということでやっていきましょう。はい、ということで高校となりました。ちょっとバロムスリーブ嫌ですね。バロムスリーブ嫌ですね。バロムスリーブ嫌ですね。天敵ですからね、バロムは。はい、エブンズゲートありますね。さあ、まあホーリースパークから埋めていきますかね。エブンズゲートめっちゃ引きますね。どうしてもこういったちょっとね、はい、重い手札になりがちなんですけど、受けるデッキなんで、うん、これどっしりと構えていきたいですね。はい、どっしりいきます。あ、もうどうぞどうぞどうぞ。相手ドラゴンデッキですね。お、アルカディアスですか。ちょっと強そうだな、アルカディアス。ドラゴンデッキといえども、まあ、呪文は何かしらは入ってますからね。ちょっとサーファーから結局出したシリウスとかをナチュラルトラップとかで除去されないためにはアルカディアスで止めていくというのもありです、はい、うん、来ました。ドラゴンアーバレされそうですが、ちょっと引きすぎなんですよさあ、しかし強大なドラゴンといえどもね、はい、シリウスの1万2000のブロッカー相当硬いですから、相当硬いです。相打ちできますから、コルピアからの殴ってこい。お、殴ってきた、殴ってきましたね。これでしかもただヘブンズゲートも残り1枚しかないそうなんですよね、まあ、1体は除去されてもいいということでしょうね。はい、なんか出るでしょ、シェルトリが。そうですね、まあ、ピカリエ行くんですが、アルカディアス捨てるか。まあでももうヘブンズゲートいっぱいあるから、もしかしたら、まあ、ね、エールフリートまあなくてもいいのかもしれないですけどね。まあでもね、5マナーでやることないんで、まあでもこれちょっと多分エールフリートでヘブンズゲート引くんで、なるほどなるほど、はい、埋めましょう。別に3回は打たない。
アルカディアスはやっぱちょっとかっこいいんで入れてます。アルカディアスかっこいいですよね。かっこよすぎる。ラナでもさあ来ました。やりました。2マナ、先ほどのターンも2マナで出せたはずなんですが、おそらくトップでしょう。さあ続々と揃ってきました。そうですね、ヘブンズゲートで出したいクリーチャーたち揃い。これでヘブンズゲートが見えなかったらシーズン埋まってると、はい、おっと、お埋まってる1枚ありますね。ありますね、ヘブンズゲート。これ次はガルザークがトリプルブレイクなんてしてこようものなら降臨しますね。降臨します。お、手札なんもないよ。これは開きました。受けましょう。これは受けます。ほい、ヘブンズゲート。おいました、ヘブンズゲート。さてと、これと、これかな。ちょっとこれでコッコルピアが消滅。コッコルピア一体消滅します。ゼロマナで19コスト踏み倒しました。さあ、さらばコッコルピア強すぎる。バルフォルス、さらにバルフォルス、もう一回打っちゃおうかなと思ったけど、ここアルカディアス熱い、いや、ホーリースパークも熱い。何でも選択肢ありますね。そうっすね、ホーリースパークで2体出してもいいし、ホーリースパークと全除去しちゃってもいいと、ホーリースパークって全除去してセクスとアルカディアスで勝利、これですね。決まりました。はい、決まりました。アルカディアスはね、はい、アクアサーファーなんかちょっとめんどくさかったりするんですけど、相手色的にアクアサーファー入ってなさそうなので、まさに先ほどのでもまあ完全倒しきれました。完全にミスった。これは完全にミスりました。まあ、ただスピードアタッカーとか6マナなんで出せないですね。よかった、来た。さあ降臨しますか。降臨しましょう。降臨、これが精霊王アルカディアス。盤面がすごいですね。はい、3番いきましょう。ホルス、アルカディアス、シリウスともエンジェルコマンドの最強クリーチャーが揃い踏みの、もう小学生大喜びデッキですよ、これは。大歓喜ですよね。さあ呪文は使えないぞ。使えないぞ。アクアサーフィーはいないでしょう。さあ一体何の何のシードチェックしてる。テンペストザウじゃなくて、ボルテールドラゴン。おじゃー、お見事。あります。お見事です。完璧な展開でした。さて先行となりました。先行です。おお、そうですね、まあホーリースパーク埋めていきましょう。ただやっぱこのデッキやっぱ弱点がありまして、はい、メタられやすいと。なるほど、はい、簡単にメタれる。何がきついですか。まあ、まずクリスタルパラディンで終わりますね。手札に11コストとかのカードが大量に戻ってきます。戻ってきますね。クリスタルパラディンで終わるのと、あとはやっぱもう普通に火炎流星なんで、あのバルフォロスやられちゃう。ああ、はい、あれ6001だったらいいってみんな言ってましたね。ね、はい、はい、6001だったらいいですね。多いというかね。まあそうですね、今みたいなテレポーテーションきついですね。バウンスはやっぱきついですよね、せっかく踏み倒したのにと。これ別にジルバーカー出さなくてよさそうですね。ハンデスとかどうなんですか。はい、ハンデスもきついっすね。きついっすね。やっぱりこう高マナの、やっぱ手札の消費がヘブンズゲートって激しい。はいはいはい、ヘブンズゲートとブロッカー2枚だったんで3枚使うんですよね。はい、なんでやっぱこう高コスト対応をこう抱えてる状態っていうのが、まあ、続いていくんで、まあ1回ハンデス打たれるとなんかすごいヘブンズゲートのバリュー下がっちゃってみたいな感じですね。あとは今5マナでブロッカー破壊の
クリーチャーもいると思うんで、はい、あのウェーブストライダーにもいますよね。いますね、はい、2体破壊、ヘブンズゲートを破壊するやつ、はい、ちいい加減にしてほしいですね意外ときついところはあるけれども、はい、まあ殴ってくるデッキだったりとか、うん、まあ、あのさっきのねドラゴンデッキとかには強いと。そうですね。さあ来ました、ヘブンズゲート来るんですね、これね、これ今くわかしいシールズがセットで、ね、セットで来ましたね。しかも手札が減って相手のクワ切りも、はい、倒せてしまった。これ2000でしょ、だからいや、まあ、ピカリエでも倒せる、エルフリードでも倒せるということで、2回目のヘブンズゲートまで見えてきましたね。そうですね、テンポーテーションうざそうですね。アルカディウス取っときたいな。ピカリエをさよならしてエルフリードして、次のターンアルカディアスでテレポーテーションを封じていくと、していきたいですね。はい、さて、これどうしたら殴る必要はないある。まあアルカディアスで信用書が封じてきたからもいいかもしれない。でけんだこいつ。ここでテレポーテーションじゃなければといった、うんうん、これは、スパイラルスライダーでは戻されないので、さあ殴ってきました。これが何に一体変身するのか一旦受けると、受けてみましょう。イエーイ圧倒的盤面力、圧倒的なシールドトリガーからヘブンズゲートを発動したら勝ちますね。勝ちますね。はい、ということで桜井さんの、光と水のヘブンズゲートのデッキとなっておりますが、はい、まあ、結構やっぱ気持ちいいですよね。気持ちいいね、まあはい、まあ、手から打っても強いのに、うん、なぜかシールドトリガーがついてることで、はい、すごいイージーな展開にもなりうるっていう、はい、もうね、2ターン目に11、11出るときあるブレイズクローを攻撃してシルシルシルそうそうそう、はい、そういうね、ハッピーな気持ちにもなることがありますので、ぜひ皆さんも使ってみてくださいということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。